北アイルランド総督は、北アイルランドにおける行政の長であり、イギリスの君主の公式ななしろであった役職。この総督職は1922年12月9日に創設され、1973年7月18日に廃止された。北アイルランド総督職は、1922年12月9日に、イギリス政府の特許上によって創設された。 その目的は、1920年の法及び1921年4月27日付の特許状に基づく、内氏はアイルランド自由国憲法の成立の時点で、アイルランド総督の職責にあった、北アイルランドにおける、あらゆる事柄について、然るべく、定められた手続きに従い、執行することにあった。総督は、北アイルランド国事を所有していた。総督職は、 日本語では同じく総督と訳されるアイルランド総督の役割を北アイルランドにおいて継承するものであり、1921年5月3日に設けることが定められ、1973年7月18日に北アイルランド憲法第32条によって廃止された。総督の権能は1973年12月20日の特許上によって、 1972年に新設された北アイルランド担当大臣に継承された。北アイルランド総督の皇帝はダウン県のヒルズバラ城であった。初代総督であったアバコーン公は改装を行った上で1925年にこの城に入った。1973年に総督職が廃止されるまでヒルズ 第3代北アイルランド総督第2代ウェイクハースト男爵ジョン・ローダーハウス・オブ・ローズノーザン・アイルランド・ビルメモランダム・バイ・ザ・ノーザンアイルランド・オフィスアーカイブド2011年6月5日アット・ザ・ウェイ・バック・マシン1921年5月3日は北アイルランドと南アイルランドにそれぞれの議会を設置することを定めたアイルランド統治法に基づいて 総得職を設けることが決まった日付である。A New History of Ireland by テオドール・ウィリアム・ムーディーフランシス・ジョン。ありがとうございます。